はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。R です。エンドオブエタニティですね。続けてやっていきます。よろしくお願いします。と言いたいところだったんですけれども、ここに来てね、録音ミスをやらかしてしまいまして、今、後取りなんですけれども、幸か不幸かね、この動画はね、3分くらいで終わると思います。まあ、何があったかは、カットして、編集して、今から流しているのをちょっと見ていただければと思います。ゲートなんですけれども、行き来すると、前回の動画でもあったと思うんですけど、敵がねどうしても復活をしてしまうので、なるべくね倒さずには行きたいということで、ゲージだけね回収してうまくいけば、このままスルスルっと行きたいなという感じですね。動画撮ってる時は気づかなかったんですけど、これ貴様たち何者だって言ってるんですかね。貴様たちだけはね聞き取れたんですけれども、その後がね、プロレスラーのごとく聞き取れなかったということでした。でもこの手の敵は浮かせて、ずっとね、あとはでも地獄のレゾナンス、悶絶レゾナンス地獄で、終わらせることができると思っていた時期があったんですけれども、ご覧の通り全くね、浮かないんですね。これが浮かない特性を持っているのか、それとも、たまたま浮かなかったのかはちょっとわからないんですけれども、1ターン目ですね。この走り方っていうか、通り方なんで、一直線では来れないような設定になっているんですかね。トーチ化をね、破壊するとか、そういうコンピューターには組まれていないみたいなので、ダメージの通りもいいんで、最悪、浮かなくても、ちょこちょこ削っていけば大丈夫かなっていう感じで、いますね。ダメージの通りもいいでしょ。そしてじゃあ反撃ですね。パワーウェーブが1、2で3回なんですけれども、はい、これで終わりです。これでもうね終わった、やり直そうかなと思ったんですけど、ちょっと悪あがきをねしてみまして、バシロンでね打つんですよ。そしてなんとかなったんですよ。さすがバシロンね、やるときやると思うじゃん。そんな無理なんですね。ただし、まだまだ、わらきやります。そこでまだ見せてくれました。ホークアイ、ありがとうございます。ここでの崩壊はね、やっぱいいと思うじゃん。やっぱダメなんだよね。どうやったってね、ゲージ1しかね、回収できないなんてね、どうしても無理なんだと思うじゃん。でも頑張るんですよ、これも。でもダメなんですよね、結局。どうしてもね、気絶するか、もしくはね、浮いて永久とか入れないとちょっと難しかったんですよね。これ浮かないとなるとどうしようかなっていう感じなんだけど、ここから2回目やる感じですね。よろしくお願いします。これ失敗するとまたやり直しですが、はい、またここまでね戻ってきているんですけれども、重ねて申し訳ない、日に2度録音を失敗するという失態ですね。これも後から撮っております。で、ちょっと前回の、敵というかステージの、ね、雰囲気がちょっと違うのを見てわかるでしょうか。それに関してはね、後から補足入れますけれども、とにかくこのゴッドハンマーさんをなんとかしてやっつけないといけないということなんでやるんですけれども、まずは同じ戦法でやってますね。とにかく浮かせると、浮かなかったらっていう過程は除外して浮かせるっていうこと前提での戦いになってます。これ言ったかちょっとどうか覚えてないんですけど、言ったよね。これゼファーをハンドガンにしています。ハンドガン2丁にしています。リンベルだけがマシンガン2丁でした。で、これでもねガリージャーノを普通にやっつけられたんですけど、マシンガン2丁持ちが2人いると一度ね失敗をしています。これでまた死ぬと、またやり直しに、ね、なるんですけど、リトライはね多分しないと思うんですよ。で、今後は多分またこのハンドガン2丁が2人、ゼファーとバシロンのハンドガンとリンベルのマシンガンで行くんじゃないのかなと思います。直接攻撃はやっぱしやすいのかなとは思うんですよね。なんとなく使い慣れてるっていうのがあったかもしれないですけど、で、いきなりね、ここからね、パワーウェーブを打たれたんですけども、かなりトーチカさんがね、頑張ってくれたんで、助かりましたね。これ、トーチカが守ってくれなかったら、多分この時点でもう、デンジャー
労働、また 1,2 時間コースですね、ここに戻ってくるのに。本当ね、本当に辛かった。でこんなところでね、敵のちょっと動きが変わったのが嫌だったんですけど、こんなところで負けるわけにはいかないと、どうにかしてねレゾナンスをちょっとぶち込んでいかにはいけないので、もうここでね、あのゼファーに攻撃が向くと思ったんですけど、そこでなかなかいかないと。ただし浮きます、やっぱり浮きます。もうこれでね、気を良くした R はもうここからね永久の道へ進むかと思ったんですけれども、起き上がりがものすごく早くて、かなり苦戦を強いられていますね。やっぱ近くにいるとね、リングル狙いの攻撃もバシロンがね当たったりとかするので、やっぱ密着がもっとダメですね。ギリギリでこうやって浮いてくれたんでいいんですけど、起き上がりがね早くて、あの次の一手2手がね、その永久がすごくしづらいような設定にされています。今までの敵はねこんなに早くね起きることはなかったと思うんですけど、どうだったかな、なんか 早めに、ね、起きる敵ではあったんですけど、これがちょっと起きんの早くねってね、若干の不満でした。でここでもう本当にもうコマンドミスを誘うかのごとくスピードをね乗せて、なんとかこうとか AQ を狙っていく感じですね。ずっとね浮かせれば、起き上がる前にねこうやって当てればちょっと VT はくれるので、ここでなんとかね溜めて、まあ、レゾナンスにつなげて、もう HP が低いんでね、このまま突っ込んでいってもいいのかなという感じでした。まだ何、俺の編集はどこまで行ってた、もうちょっとやってるのか。あ、これね、コマミスですね。何かコマンドミスしてレゾナンスを仕掛けようと思ったのか、まあ、間違えてね、あのランニングをしてしまって、まあ、どうすんのっていうところで、まあ、しょうがないと、もうとどめで突っ込んでいくしかないというんでね、自直に突っ込んで、最終的にガリジャーノン様に使ったこのゲージクラックスタンですね、スタンでもうなんとかちょっとごまかしていくしかないっていう戦法を取りましたが、まあまだちょっとレゾナンスには至らないということで、もう一度この戦法をね取らせていただいて、でもうちょっとここからもうじゃあレゾナンス行けばもう終わりだろうということでいいんですけど、非常に条件っていうか場所の条件が悪いですね。リンビルのねマシンガンさえ当てさえすればいいんですけど、それをやるにはスタートのねキャラクターの、まあ、誰にするかっていうのがちょっと大事なんですよね。リンベルをゴーレムの方に、ね、走らせると多分ぶつかってしまうので、マシロンの方面に走らせなければいけないんですけれども、そう走らせるとゼファーが今度トーチカにぶつかってしまうので、走り方としてはゼファーからスタートですぐゼファーを飛ばせる、トーチカじゃないですね、ゴーレムにぶつかる形だったのか、すぐ飛んで飛び越す形にして、でリンベルでダメージ与えてバシロンで終わりと。いやーこれでね一見落着だと。じゃあさっさとね入ろうと思ったんですけども、どうもね地図で見て右側の扉、あじゃないな、左側ですね、地図で見ると左側のゲートのね鍵を開けていなかったことが判明しまして、また戻ってやり直している最中です。踊り疲れて全員眠っちまったようだな。もうね戦い疲れているのかもしれない。はい、もう何回ねこの画面見せるんだよっていう話ですけれども、やっぱりねここ作動させていませんでしたので、今作動させ終えました。これでね開いてるはずです、
あのゴッドハンマーさんのいたところがここもさ、もう最初にねここ入った時には倒さずにね こっち向こうと行ってきたので敵が減ってないんですよね。で問題がね、ゴッドハンマーさんがねまた復活してんじゃないかと思うんだよね。適当に手なんて抜いたらねこのゲーム終わりますからね。やったいねえゴーレムさん、いねえわ。やったぜ。あれやったぜなんだけど、ゼファーのゲージが回復、あれここゲージ回復しないんだっけな。回復した気がするんだけどな。ちょっと黙ってるとかやってると、あ回復してますね。ちょっと青ゲージ回収しとこうか。うん大丈夫そうかな。ねちょっとねぐるっと一周し直しちゃったのでレベルがね無駄に上がってしまったのが非常にね悔やまれるんですけれども、おまけにさいつものことなんですけど、ここでさカスタム画面とか見せられないんですよね。もうねスコープ、70いくつのスコープ使おうかとも思ったんですけど、それをやるとね俺の完全ななんか敗北宣言と感じたので使ってません、とりあえず。あーアントリオンか。久しぶりだな。道を開けろ。ロエン殿にお目通りを願う。できぬ相談だ。ここを通りたければ戦いは避けられまい。お前と戦う理由はない。銃と金は一緒に持つものということか。言ってくれるぜ。今の俺はただ働きさ。よう久しぶりだな。バシロン、まさかお前と戦うことになろうとはな。ロエンを出せ。老いぼれは黙って脇に座っていればいい。お前は若い、何も知らぬ。我々がいかほどの血を流し今を築き上げたのかを。俺は老いぼれと言ったんだ。すでに引退、今日で世代交代ってやつさ。ビクトーもテレサもこの私もお前が好きなのだ。何者にも縛られぬその生き方が故に他の何者にも譲れない。お前だけはこの私の手で倒さなくてはならん。迷惑な話だぜ。だったらその期待に応えて自分を貫くぜ。それでよい、それでこそだ。さあかかってこい。脳書きが長いとな大変ですね。さてどうしましょうかね。まあ結局何してくるかによるんだよな。これがなんかわけのわかんないでけえ、なんだこれ銃剣ですか。本当に本当パイルドライバーみたいなのが下にくっついてますよね。ライフスナイパーライフルにパイルドライバーがくっついてる感じなのかな。近接攻撃もできるし、まあ、遠距離攻撃もできるような感じですかね。まあ、とにかくこの辺のやっぱり問題はやっぱこれだな。ノーザンウィンド、重火器系を持ってるのは一番危ない。まあジャッジライフなんかこの辺もな、もうボン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 打ってきそうでどうしようもねえんだけどな。とりあえず行きましょうか。まず周りから剥がして一気にレゾナンスアタックを仕掛けます。君のことはよく知っているぞ。しかし父に勝る殺気だ。何も知らねえじゃねえか。後悔しても遅いぞよ。これを誰だと思ってやがる。あの事件は
君に降り注いだ不幸とその結末であったと解釈していたが。そうでもなさそうだろう。ああ、私には君が大変恐ろしいものに見える。どうしよう、どういう攻撃だよこれ。だってリンベルが食らったら即刻デンジャー状態になりそうなんだけどな。あの事件、君は被害者だったのだろう。ジジイは昔話が好きだな。先の話をしようぜ。どいつもこいつもがバシロン狙い、吹き飛ばすほかないか。アントリオンが何どれ狙ってくるかですか。 1,2,3,4,5,6 だから、まあ誰がバシロンかジェファーどちらかは吹き飛んでも大丈夫は大丈夫だけど、全員をね止めるのはちょっと不可能なんですよね実際問題。全員を浮かせてもゲージのね回収っていうか溜まりが早すぎてどうにもならないんだよね。まあ、でもギリギリまでやれることをやりましょう。浮かね、浮かしね、お前が浮くのかよ。あーダメだ、誰一人浮かねえ。どれくらいかっていうの、1800くらいだった。それくらいだったらまだね大丈夫なんだけど、ここからゲージ回収しながらですかね。誰をやっていこうか、どこに誰を走らせてもなんか死ぬ気がするんだよ。でも今回はねマシンガンが1人しかいないんで、マシンガン主体で行きたいんだよな。背中、え、ちょっと待って、なんでノーザンウィンドウが2人ともそっちに突っ込んでんの。マジバカでしょ本当に。そうだね、ノーザンウィンドウをどうにか止めないとだよな。生きるためにです。ならばなぜここに来た。自分を生きるためにです。若さゆえの無謀が奇跡を呼ぶのか。誰にだってできることだと思います。なめんじゃないわよ。はい、なんとか稼ぎに稼いだかな。敵のなんだろう、照準がねかなり走ることによってねずれるみたいなんですよね。あ、どっち狙おうか、あっち狙おうかっていうのが、それをね完全に把握できるわけないじゃんっていう。初見、それも初見でさ、どこを走ってるのかも分かんないのに、まあ、それまあそれはそれとして、とりあえずゲージをね回収しないといけないんで、まずはまずこの辺に、まあ、適当に走って、ああもうリンベルが狙われてる。もうちょっと走り、ああ無理だな、走る自信がない。そしたら、まあ、ここまっすぐ走ってって、どうしようかな。ゼファー一撃じゃ死なない、いや死ぬんだよなこれ。リンベルを盾にするか、とりあえずどこだっけ、ストーム、あれストームは朽ち果てた、あ、朽ち果ててないですね。ノーザンウィンドウを朽ち果てさせたいですね。とにかく一番危なそうな、ここまっすぐ行けばダメだ。ここだと危ねえなこれ。ここからは多分ね全部レゾナンスで行かないといけないと思うんで、ギリギリまで、ね、みんなをギリギリまで走らせたいんですよね。近場じゃなくてこの辺かな。
受けば受けば受けば回収できてる？回収はできてるか。あーシューティングスターが一応入ったけど、よしこれでゲージは回収できるでしょ。まだ楽しませてくれ。うわあ、あ、これダメか、危ねえか。あー危ねえ、動かなかった、なぜか。ターンのスピードとかっていうのは何かあるんですかね。ちょうどノーザンウィンドウの影に隠れてそうですね。これすげえ邪魔だな。ゼファーから入ってワシューロンじゃないな、ゼファーから行ってビンベル、これがなぁ、こうしたいんだよな。こうしないとさ意味がないんだよな。ワシューロンいいか。じゃあそしたらビンベル1番、ゼファー2番、ワシロン3番、これいいか。これやってる間にこれでどう当たってるか。ゼファーの攻撃はなんか当たってなかったやつに。あ、まずい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 。あ、削れてない。あーもうこれちょっとダメだな。ちょっと待って、削れてないんだけど、削りきれなかったのかこれ。どうしようもうなんかどうしようもない気がするな。これ座して死を待つしかなさそうな。とりあえず削れはしたけど、あ、崩壊が発生したか。ちょっとこれで巻き添えを狙っていきたい。よし、ゲージの回収はできるかな。あー、ゼファーが死ぬ、ゼファーが死ぬか。こういう時は中央の敵を狙った方が実際はいいんですよね。一応みんなにね近くなるんで、照準が。そうした時に一番狙いやすいのは誰？ジャッジライフルかな。ここでなあ回復しないとまずいもんな。ねえ浮いてほしい時になかなか浮かない。よし OK、 レベルが上がっちゃった。 OK、 じゃあこれで吹き飛ぶでしょ。吹き飛ばない、ゼファー。 OK、 次うわそっち狙うんだよな。そっち狙わなくてもいいかな。近いです。あ、みんなじゃん。みんな終わっちゃう。神を許したまえ。その程度で。ああ。ゲームが終わってしまった。我らロイカンに忠誠を尽くす。はい、ここまで来てます。編集をするともう23分ぐらいか。なので、7分で終わるような編集をしないといけないんですけども、まあ、7分で勝つことは難しいじゃないですかね。負けることは多分7分以内には終わるんでしょうけれども、前回のね蛍光灯対戦、ちなみにねここ来るまでね7回ぐらい死んでます。いろんな敵にねやられてます。よう久しぶりだな、ボアシュロン。まさかお前と戦うことになろうとはな。まず、ノーザンウィンドさんにロエンを出せ、凍らされました。ノーザンウィンドさんは氷攻撃ですね。テスラさんが電撃、ベノムさんは毒攻撃。我々がいかほどの血を流し、今まで、ね、食らってなかったんですけど、まあ、結構ねあのベノムさんもね毒でやられたりしたんですけども、一番やばいのはもうノーザンウィンドさんですね。今日で世代交代ってやつさ。ビクトーもテレサもこの私も問題はお前が好きなのだ。こいつだね、やっぱり。何者にも縛られぬその生き方が。ノーザンウィンドは近づかれなければあの攻撃はされない、攻撃はされないとは言ったって。倒さなくてはならん。迷惑な話だ。そう、迷惑な話なんですよ。こいつらは期待に応えて自分を貫くぜ。逃げながら
行くしかないんですよね。それでこそプッシュでプッシュ。そうかかってこい。あとはまあ、あの赤くしてゲージを赤くさせて、ランニングして、まあ、逃げていくとかそういうことでもいいのかなと思うんですけど、足速い。ノーザンライトさん結構足速いですね。ノーザンライトじゃないしね、名前。あの事件は君に降り注いだ不幸とその結末であったと解釈していた。あ、最悪ですね。もう凍らせるためだけの機械。そうでもなさそうだろう。なのでどうしよっかな。これ私には君が大変恐ろしいものに見える。本当に恐ろしいですよこれ。だからでもな、走るとレゾナンスができなくなるから。君は被害者だったのだろう。ジジイは昔話が好きだな。先の話をしようぜ。ジャッジライフル、ジャッジライフル、これは厳しいな。でもアントリオン優先で行きたいんだけど、ノーザンウィンドウにやられたらもう元も子もないんですよね。こういう時どっちをなやるべきなんだろうか。ゼファーを狙っているんだから、こう近づいていけばアントリオンはあの迷って撃たなくなるかな。なんかそういう風な惑わしをね、ちょっとやってみたい、試してみたい。まだ楽しませてくれよ。よし、君はシャンデリアから飛び降りた。とりあえずリンベルが死んでない。ああ、死ぬ、生きられない。なぜここに来た。自分を生きるためにです。生き残れないです。ああ、だってもうこれバシロンもゼファーも死ねるだろう、これ。だってノーザンさんは奇跡を呼ぶのか。誰にだってできることだと思います。いやー、これどうにかなるのか。これこれでどう。あっち行ってよ。もう必ずね、一回は吹き飛ばされるっていう、その流れっていうか、覚悟でやるなら、まあまだ槍を吹き止めて、もう一回よし。これでとりあえずこいつを始末できれば、まあ、バシュロンが吹き飛んでもバシュロンが吹き飛ばない。どういうことだ。近接攻撃の方がもしかして無事で済ませられるのかな。お前の聖国はどこにある。気にはならぬのか。そんなものに何の価値がある。ぶっちゃけね、バシロン的に言えば聖国ってなんだよって言いたいと思うんだけどね。お前はなぜあの大惨事から生きて戻れた。一生懸命生きただけだ。奇跡は起きなかったというのか。それが奇跡だってんだ。毎日がその連続さ。あるぞ。まだ楽しませてくれよ。あー、アンチ。バーテルに害をなす者よ、滅びろ。あ、なるほどね。こう裏に回れないところまでおびき寄せれば。え、じゃあ何、こいつには近接攻撃はないのかな。あのパイルバンカーは一体何のためにあるんだ。飾りかな。あ、これいいじゃん。ちょっとアントリオンさんをゼファーが相手してあげれば、その間にこっちでノーザンライトじゃなくてノーザンウィンドウですからね。間違いないでくださいね、アルト。ノーザンウィンドウを止めればいいんだよ。止めさせてくれ。どこだ。これか。俺は誰だと思ってやがる。わしの屍を振り取れていけるか。やばい。俺勝てる。勝てるっていうか。ああ、でもこれやると押しちゃうからダメか。でもみんな今ゼファー狙ってるんだよね。ゼファー狙わしてーなー。なん
か動いちゃいそうで嫌なんだけどな。でもな、打つしかないからな、これ。バシロ、もうちょっと、もうちょっと頑張ってくれ。おらおらおら、この年寄りにもお前たちの言うことがわかる。戦場では残りの寿命は関係ないからな。もっと名前が欲しいか。オッケー、ここでノーザンウィンドを完全します。ベザマだね。オッケー、で当てる、当てられる。アントリオンにもおまけの一撃二撃を食らわせれば届かない。ペラ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 、うるせえやつだ。そしたら多分リンベルに、まあ、突っ込んでくるみたいなので、それを追いながらぶつからないようにね、今度レゾナンスするときにぶつからないようにするから、ちょっと近めに、そうだね、最悪リンベルをもっと外に逃がしてあげるっていうのも手ですね。ちょっとアントリオン、アントリオンを止めたい。オッケー、止まった。一瞬でも止まればなんとかなるだろう。あ、動いてる動いてる動いてるけど、リンベルの HP は、あー、余裕ないな、これ多分死ぬかもしれない。でもまあそのためにね、クラックいっぱい溜めてるんで。うっ、おー、ガッツ、ゲームが違います。ガッツゲーはゲームが違うんだよな。動けない。ジャッジライフルをもう祈りながらやるしかないな、バシロンで。こうだ。これでどう？あっち行ってよ。もう一回。なめんじゃないのよ。で、シューティングスターが発しない。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。お願いします。ああ、勝てない。これじゃ勝てない。どうしようかな。もうどうしようもないな。また死ぬのか。またやり直しか。なんかないか。何か。こっちに走ってくる。まあ、ジャッジライフルの HP は多少削れる。多少じゃダメなんだよな。たくさん削らないといけないから。あ、ダメか。これちょっとまた。無理があるか。一応やってみっけど。厳しいな。ゼファーの HP がだってもうないもんな。これで高クワイでも発生すればまだ HP を削れたのかな。それとも装甲の HP が爆発したのか。存続？どう？ああ、まあ回復はしたけど、あ、ダメだ。ああ、戦い方が分かんねえ。どうすればいいんだこれ。